いいですね、ここ高石パーキングエリアっていうのかな。昔の高石料金所が廃止されてその跡地にできたパーキングです。ちょっとあの首都高の辰巳風じゃない？工場萌えにはたまらん。この臨海工業地帯を目の前にできるわけですね。写真撮っとこう。しかも道路すぐそこやで。道路がすぐそこっていう写真、これ夜映えるよね、うん、新しいパーキング。昔は料金所やったんやからな、ここが。工場萌えにはたまらんで、これすげえな。まあちょっと今日お出かけするんでまだ7時になってないですけど、広いわ。なんか BGM 流れてる。喫煙所もある。高石パーキング、これな、水耕栽培。水耕ではない。お乳やな、すげえ。これオフ会に最適じゃない？ここ、トイレもあって。これ工場燃えたまらん。夜景、喫煙所がすぐそこやもんな。ここいいぞって俺は思う。高石パーキング、辰巳風じゃない？なんか勝手に始めてきたからテンション上がってるだけかな。駐車台数は20台ぐらいかな。そんなに多く止められへんけど、もうちょっとあるん。 1,2,3,4,10,20 台から30台ぐらいやろね。走ってる姿も間近に見れるし、うん、さあ行きましょうか。綺麗に洗ったホイールとともにいうところで、また皆さん立ち寄る機会がありましたらぜひ高石パーキング寄ってみてください。以上。